ってこういうことなんですね。そうです、土が固まっちゃってるからね、これを保護して。こちらの畑もずっとやってらっしゃるんですか。え、こちらの畑もずいぶん長くやってらっしゃるんですか。だからね、60年ぐらい、私はまだそんな年じゃないからですけど親、親の代から、あと親っていうかね、シュートさん、この土いじりがね、もうたまらなく好きでね2、3日来ないとね、もう体なまっちゃってダメなんですよ。だからなんて言うんだろう、もう生きがいね、この土いじりが。花が咲いたりね、実がなったりね、芽が出てくるとこが最高にいいね。ネギの種とかマグでしょ、とね、もうね、緑の芽が出てくるでしょ、あの瞬間がね、ほんとね、最高ね。この土いじりが。それで自分で作ったのってさ、無農薬で有機肥料でやってるから味が違うんですよ。だからね、余計ね、こういうのが出てくる。竹、これをね、これを取りながらやってるんですよ。竹を取る、元先祖だってここ日本人が普通に生活した農地なんですからね。そうなんですよ、民家もこの中に結構新しいけど、弾薬庫を作るんでね、みんな向こうの方に移動させられたらしくて、だから昔住んでたらしくてね、この辺ほじるとね、なんかこう遺跡みたいなっていうか、なんだか出てきますよ。あ、そうですか。ここでもその生活の跡みたいな。そう、道祖神なんかもね。そうです。こんなね、なんか石のね、出てきたり、だからなんか、結構古くからここでは生活してたんでしょうね。戦後、私どもも生活に困りましてね、アメリカ人に貸したんです。でもね、その時に私はね、条件をつけました。一切ペンキを塗ってくれるな。でもね、そのアメリカ人はね、私の言うことを忠実に聞いてくれました。どこもペンキを塗らないでね、きれいに住んでくれました。横須賀勤務の軍属の人だったんですけど、やはり日本の文化にね、理解のある方が住んでくれましたよ。次から次とあそこはって、もう引っ越す時にまた次のね、友達を世話してってくれたり、
まあその点うまくいったよね。それで何年間ぐらい貸してらしたんですか結局。ね、30年ぐらい貸してたかな。そんなに貸す貸さなかった。そんなにね、立ってなかったか。そんなに高くは貸し、いやいや長く、あ年月、年月ね、うん、そうね20年ぐらいかな。あ、うん、いやそれでね一度ね、子供が4人くらいある人が借りに来たんです。それで私もこの子供さんが4、5人ある人で嫌だと思ったんですね。で返事に困ってね黙ってたんです。たらねその旦那さんが言うんです。日本語が少しできるもんですからね、あなたの考えてることは私によくわかる。でもね、私は責任を持ちますって。あなたが心配するようなことがないようにして済みますからね、私に貸してくださいって言うんですよ。その人はね、奥さんが日本人だったって。それでね、決してあなたの心配するようなことはいたしませんから貸してくれって言うんですね。それで奥さんが日本人だから貸したわけです。そうしましたらね、この子供をねちゃんとそれぞれにね、このうちに日本人でもああやって住んだ人はいないですね。このね、その溝には牢を引いてね、そうして子供たちにもそれぞれちゃんとね仕事をさせるんです。なるほど、子供をただね遊ばせとかないで、このうちに住んだら子供がどういう仕事が子供にあるかっていうこと親がちゃんと考えて住んでる。私ね、このうちに対してとてもいろいろ学びました。ですからね、住む人によってみんなそれぞれ考えてるんですよね。考えないのが一番いけないと思いました。もうバタバタだもんね。でも70年もあれして壁が一つ崩れないのよね。ね、70年全くその手入れしてる余裕もなくだから、そのままそのままですよね、うん、余裕もないですよね、うちの手入れぐらい。でもこれ以上古いうちがみんな手入れして使ってますよね、うんうん、でもうちじゃもうあんまりもうね、うん、傾いちゃってるからこれダメだ、うん、余地なしだ。さすがに大きな地震とかあったらちょっと不安ではありますけど、ね、だから今はあればいいのよ。立ってからあったら困っちゃうよ。それも私悩みの種なのよ。ねえ、今あればさ潰れちゃうからいいけども、うん、立ってからさあと、うん、もんなしになっちゃうじゃない。じゃああとは関東大震災がもう一回来てくれるとありがたいみたい。取り壊す手が省けるかもしれない。ね、そう思ってんのよ。どうせならね、今あればいいんだけど、建て替えしちゃって もんなしになっちゃって火災が あった、ね、地震があったじゃ何にもなくなっちゃうじゃん、小じきになっちゃうじゃないのなんて思ってね。え、まあ土地はありますよ。そうよね、国破れて山があるじゃん。そうですね、そうですね、うん、そういうことで、まあ、うん、気楽にいきましょう。面白いのね。